ドジャース大谷翔平投手の獲得はお買い得だったのか米スポーツビジネス起業家のジョー・ポンプリアーノ氏は自身の X 旧ツイッターで7億ドル約1047億円の契約はすでにドジャースにとってバーゲンのようだと言及しているエンゼルスから FA となっていた大谷は昨オフにドジャースと10年総額7億ドルの契約を結んだ 超高額の契約ではあるが、同市によればドジャースは観客動員数1位、さらに大谷のユニフォーム売り上げ1位、3000万ドル、約44億8500万円の広告収入、何百万人もの新規日本人ファン獲得などで回収している。ポンプリアーノ氏は、ドジャースが彼と7億ドルの契約を結んだとき、全員が払いすぎだと言っていました。でも まだ契約1年目ですでにバーゲンのように感じてしまいますと説明を続けている。ドジャースは今季の主催試合で平均4万人の観客を動員しました。昨季と比べて10万人増えただけでなく、今季のヤンキース主催試合の動員数と比べても60万人多い数字です。大谷はユニフォーム売り上げでも2年連続で MLB トップでした。 控えめに言っても彼らはどのチームと比べても今シーズン最も商品を売り上げを記録したチームと言えるでしょう大谷の獲得こそが大きなビジネスチャンスだったと言及しておりこれらは素晴らしい数字ですが日本人効果を知った時この数字はかすむように感じるでしょうドジャースは今季12社の日本企業と新たに契約を結んだことを発表しました 大谷と契約した後、広告枠はすぐ売り切れてしまい、日本企業は敵地の広告まで買い始めたのですとしている。また、ポンプ・リアーノ氏はそれでもまだ驚かないという人にと説明を付け足しており、MLB によるとドジャースとパドレスが戦ったナ・リーグ地区シリーズ第5戦で1290万人もの日本人が視聴したそうです。その数字は米国での視聴者数を上回っただけでなく、 土曜日の9時に日本人の人口の10%が主張したことになるのですと驚きを隠せないでいた。